つびし電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。900ニーズシリーズとして SH900 ニーズ、P900 ニーズに次いで発売された。外部メモリーはミニスドカード対応である。カメラ性能はメインカメラはスーパー CCD ハニカム約200万画素で約400万画素相当の画像に対応。 またオートフォーカスにも対応している。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約10万画素2.8インチワイド区ブが液晶搭載 D902i に引き続き 19.9mm の薄さを実現している。カーソルボタンは円盤上のスピードセレクターを採用している。これを回転させることでメールや i モード、フルブラウザのスクロール、文字変換時の候補選択。 音楽操作などをスピーディーに行うことができる。製品カタログには大画面をぐるぐる使えのキャッチコピーを採用し大画面がスピードセレクターによってさらに使いやすくなったことをアピールしている。テレビ CM もタレントを使わず夜景をバックにスピードセレクターを回してキャッチコピーを強調している。アイアプリは陳さんの釣り物語コラムスジュエル チンさん計画デラックスお小遣い帳プラス、アイアニメっちゃ、メーラースーパードックス500、便利。多機能電卓、G ガイド番組表リモコン、携帯クレジット ID、電子マネー AD、DCMX クレジットアプリを搭載。900ニーズシリーズの共通機能として、1.7、GHz 帯の対応、DCMX アプリのプリセット、キモジ、おまかせ、ロック。 外部メモリへのコンテンツ移行、デコメール署名、電話帳預かりサービス、パケット通信中のテレビ電話対応等がある。スピードセレクターの称号は三菱電機に商標登録されている。ありがとうございます。